とうございます。今日は4月26の、自分が食べているものを紹介していきたいと思います。だからフル食動画みたいな感じしたいと思います。まあ、自分のためのビデオに残しておきたいっていうのもあるんで、そういう意味も込めて皆さんとも共有してっていう感じでやっていきたいと思うんですが、コンテストから体重が今 1.6 キロ増えたところで、80キロぐらいをこういう風にしようとしてます。今4月から本格的にバルクアップしようかなというふうに思っていて、昨日なんかはちょっと体重が足りなかったから餅とか食べながらちょっと調整したような形になります。今朝は自分の狙った通りの体重を置きました。最初必ずクリアシン朝取るようにしてて、このカプセルのやつ6粒、これから始まります。でこれが手羽元の味噌煮で、手羽元5本がタンパク質になっているような感じになります。これがね、あの MCT オイルで炒めたタイマーになります。 MCT オイル取らないとなんか力が出ない、奥でも取んなきゃダメだってことで 60g か取ってます。でそのおかげでまた奥でもね、力が安定して出るようになったので、いただきます。これ味噌煮ですね。これもバグうまいです。なかなか脂質ちゃんと取るのって難しいよね。ちゃんとした脂質を取るのは難しいじゃん。クルミ食べたけど合わなかったね、最終的には。 MCT オイルはもう全然力の出方が自分の中では違うんで、必ず食べるようにしてますね。まあ、正直手抜いてるんで、ここの料理に関しては全部冷凍野菜でやってるんで、バッてやって手羽元ゴロッて入れて味噌で煮るだけ。手羽元のいいところは切らなくていいところね。切らなくていいから、ごぼう、人参、里芋、じゃがいも、レンコン入ってますから。豚汁セットみたいなやつだっけ。そうそうそう、マジお買い得。そのご飯はタイ米と、今日はお醤油とお塩と、うん、うまい。 MCT を炒めてある。だから、まあ、チャーハンというか炒め地なんだろうね、うん、そんな感じ。こんな感じです。12時になったらプロテインを 50g、取ります。で奥さんにね作ってもらってるので、最近ハマってるのがこの缶コーヒー、半分入れて、半分、はい、粉入れて、はい、でこれ、はい、ニュートリメスクルの人がこれがいいよって言ってたの。はいはいはい、ここにこう、あ、そうなんだ。であとこれを混ぜる。最近はかぼちゃと卵ではなく、間食をプロテインのみにしてます。はい、できた。いただきます。本格的に体重増やす時期はあの卵とか食べますけど、今はもうなんか早すぎるんで、こうやって速度、体重の速度を調整するって感じですかね。はい、今日はね、あの資料を作ったんですけど、羽賀さんのね、あの YouTube でこれ使おうかなと思って資料を作ってみました。お楽しみ。はい、じゃあ3時になったのでご飯を食べるんですけど、必ずオフに食べるようにしているのがこのレバーですね。これはもう強烈に栄養が入っていて、胸肉よりもカロリーが 1g あたりカロリーが低いものです。なので本当にボディービル食の究極系なのかなというのを思ってます。でこれを 200g 食べてると、あとはシシャモね、いい油がくっついてます。あとはこの MCT オイルで炒めたご飯で、あとはこれはもう嗜好品なんですが、自家製キムチ、奥さんが無添加で作ってくれているキムチですね。これでまあ約600キロもっとかな、あんま考えてないかも。いただきます。熟成してますね。これ食べて市販のキムチ買ったらどう感じるんだろうっていうのが気になるけど、すごい甘いんじゃないかな。あ、そうなの、うん、あ、これうまい。今日うまいよ。レバー？昨日まで低温調理だったんでね、うん、今日はなんかプリッとしてこうクリームチーズみたいなのが低温調理で、うん、これはねチョコレートです。生チョコ。今日は
オフだよね、トレーニングは、うん、オフです。でパーソナルがあって羽賀さんが今来てて、こっから撮影して今日はパスポート取りに行きます。はい、そうですね。昨日はちょっとレバー一日お休みしたんだよね、うん、ちょっともう食えなかった。昨日は豚キムチを食べました、うん、たまにはそういう日もあっていいね。完食プロテインだけにしたらお腹すく？すっきりだね、お腹すげえいいです。ちゃんと腹減る。なんだ、減量中よりも腹減るよ。あ、そう、まあ、そうだよね、減量中5食しっかりご飯食べてたもんね、うん、でもほら、いよいようちもプロテインが始まるじゃないですか。うん、無添加。うん、やっと工事の日程も決まってね。ラペチーノプロテインだから。うん、工事が終わったらまた発表しようね。うん、次は60ぐらいなんで、また打ち合わせ中でございます僕が昨日の夜送って、多分朝見たと思うんですけど、僕のメッセージも、こういうの撮りたいんですけどどうですかっていうことで、そしたら30分でこんなに資料を作っていただけたと。楽しそうなテーマが来たぜ。さすがだなと。僕が想像している以上の筋肉オタクなのかもしれない。うまく説明できるように頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。6時のプロテイン、はい。最近ハマってるのはこのブルーベリー味だよね。うん、牛乳を100、お水を50。最近ヨーグルトね。うん、ヨーグルト。さっぱりしますね、うん、ヨーグルト入れると。このコインも入れちゃう。少々。50。ニュートリムスクル。うん、WPI ですね。もうこればっかりだよね。WPI はね、うん、コンディションがね、崩れづらいと思う。あの WPC より。これを 50g。ブルーベリー。はい、これ、何グラムだっけ？50g。最後ここに氷を入れまして、はい、バイタミックスですので、バイタミックスフラペチーノですね。お待ちください、はい、ぴったり。ありがとうございます。4食目いただきます。うん、うまいっすね。すっきりしてる。今度ほらジムでやるさ、プロテインこうやってやるじゃない、提供するじゃない、うん、なんかこういろんな試作をしてみてるんだけど、チョコバナナ、うん、抹茶味、黒蜜きな粉、あとチョコとバナナもあるでしょ。時期によってさ、このヨーグルトのブルーベリー入れたりとかさ、黒ごまも美味しかったじゃん。黒ごまうまかったね。いや、ブルーベリーいいな。なんか結構ボディービルダー取ってるもんね、うん、ブルーベリー。なんか初めてブルーベリーってものをちゃんと取り入れてるよ。このさ、太いストローがポイントじゃん。そうそう、これね、これまさにあれですよ、フラペチーノですよ。全部準備が整ったらさ、ジムで試飲会しようか。やりましょう。あなたは何がおすすめ？きなこかな。きなこ、きなこのみ。そっか、信玄餅だね、うん、あれうまいね。好きだよね、うん、無添加プロテイン。最近これだね、もう本当にこれうまい。うちのジムで提供するのもこの WPI のナチュラルをベースにしてやるもんね、うん、WPI だったら誰でも飲めるしね。いいですね、うまい。こんなおしゃれなもの飲んじゃってます、申し訳ございません。はい、じゃあ8時半ぐらいになったんで、豚の横隔膜で作ったカレーになるんですけど、なぜ横隔膜かというと、一番安いからですね。いただきます。これは本当にうまいっすね、うん、自分でね、合わせたこのクミンとコリアンダー、ターメリックとコリアンダーの、この組み合わせがいいっすね。うまい。根菜は柔らかい。うまい。
今日今8時半だから、うん、体重によっては81.5キロ以上ないと飲みます、うん、飲みますって言っても飲むものプロテインだけどね。82キロだったら飲まなくていい今日は、うん、じゃあ夜にもう一回プロテインですね、うん、と思うんでまたじゃあ飲む時紹介します。めっちゃいいものだったな、これ飲みます。ペスカトーレに使ったトマトジュースが余ってたんで飲みました。そしたら風呂上がりに体重を測ってコンディション見て足りない時にプロテイン取ってるんですけど、これで最後入れれば明日またイメージしてる体重になるっていう感じですね。でこれがバナナきなこ味、超うまいっす。すっきりしますね。なんかそうやってさプロテインシェイク作って飲むようになってから甘いもの食べたくなくなったよね。そうだね、なんか満たされすぎて甘いもの食いたいと思わないね全然。今日はだからコーヒー味とブルーベリー味ときなこバナナ、そうで多分ね今日の PHC バランス的にはこのプロテイン入れることによってタンパク質と脂質と糖質のバランスがぴったりぐらいなんでね、全部3500キロカロリーぐらいって感じですね。今んとここのカロリーで体重が増えもせず減りもせずっていう感じになってますんで、もうちょっとバルクアップしたい時にはちょっと餅とか食いながらこう増やすとお腹が苦しくなく増量できると。前回その作戦がすげえ良かったですね。超うめえ。毎回だって何味ってリクエスト聞けるもんね。本当に広がって楽しいよね。うますぎる。アイソレートね、うん、アイソレートとコンセントレーションだっけ。いいんじゃない、筋トレみたいな感じですね。そう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 。これで今日一日終わりだね、はい、もうこれ以上食わなくていいです。もう本当にね、食事には気遣いますよ。やっぱり食べる理由がないと食べれないから、ボディービルダーは。だからこそ迷わず食えるっていうねのがありますよ。ありがとうございました。こんな感じで今の時期はこんな感じです。またちょっとなんか変化があるときは撮ってもらおうかなと思うんで、4月に入って本格バルクの時にはもう一回ちょっとビデオ回させていただきます。あざっす。